ゴーフ島は南大西洋に位置するイギリス領の火山島である。ゴーフ島はトリスタンダクーニャの 350km 南東、南位40度21分、西経0九度53分に位置する。定住者はおらず、1956年からイギリスや南アフリカ共和国が維持する気象観測所の職員がいるだけである。したがって正式には無人島としての扱いである。 行政上は、イギリスの海外領土、セントヘレナアセンション及びトリスタンダクーニャの一部で、トリスタンダクーニャの続投とされる。1995年には、ゴフ島が単独で、ユネスコの世界遺産に登録された。その革新地域は65平方キロメートルに及ぶ。さらに2004年には、トリスタンダクーニャ本島に近いイナクセシブル島が、拡大登録された。なお、 ゴフ島などの付近には、ホットスポットが存在していると考えられている。1505年頃に、ポルトガル人、ゴンサロ・アルバレスにより発見され、ディエゴ・アルバレス島と命名された。1731年に、イギリス戦リッチモンド号のチャールズ・ゴフ船長に、再発見され、後にイギリスとアメリカのアザラシ漁の漁船が1804年に、島に着き、漁師からゴフ島と呼ばれるようになった。 クジラやアザラシを捕獲するため島に短期滞在する例はあったものの、長く定住したものはいなかった。ただ1811年以来、科学者が島に周期的に訪問している。そんな中で、ゴフ婦は1938年にイギリス領とされた。そして、永続的な観測施設が1955年にイギリスの科学者によって最初に設立された。 この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。